こんにちは、チャペチャピックの大浦幸子です。で、私が、手と手で出店した頃のお話をしているんですけれども、手と手に出してしばらくして、で、木工教室も通って机ができた頃なんですけれども、その机を出品してみました。そして、いくつか問い合わせもいただいたりとかして、そういう時期に手と手のハンドメイドアワードという大会が開かれることになって、机で出品してみよう、その賞に大会かに参加してみようと思いました。そしてなんと皆さんの応援のおかげで最終ノミネートまで残ったんです。めちゃくちゃ嬉しかったです。それは今までの手と手を応援してくれてた方々の、投票で決まるんですね。なのでファンが多ければ多いほど投票数も多いんですけど、その中でも家具としてその 何万点出る作品の中から最終ノミネートで、もうめっちゃくちゃ嬉しくて、これは何としても1位取りたいと思いましたが、まあ、結果は最終ノミネートに残っただけで大賞は取ることができなかったんですけれども、これだけ皆さんが応援してくださって、たくさん投票してもらえて、最終まで残れて、本当に頑張ってよかったなと思いました。それから何年経ったかな、今は2018年なんですが、机作りを始めて6年目にして、机の雑誌掲載が決まりました。今日発売なんですけれども、これはもう今までいろんな方々が机に携わってくださったおかげで、そして私も諦めずコツ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 続けてきて、やっと皆さんに恩返しができたなと思っています。自分の家がインテリア雑誌に載った時よりも、机の商品が載ったということの方がものすごく嬉しかったです。関わってくださった方々にはみんなに報告しました。いや本当に良かったなって、自分一人じゃできなかったことを皆さん の励ましとか協力のおかげで、めでたく雑誌掲載できることになりました。本屋さんで見つけた方、ぜひ見てほしいなと思います。マガジンボックスさんから発売の子どもの一品一点物を買う or 作るというタイトルの雑誌です。私もこれから本屋さんで探しに行きたいと思います。ありがとうございました。